久しぶり。久しぶり。どうしたの？ごめん、こんなところで呼び止めちゃって。いや、まあ、うん、仕事中？うん、バイトだったんだけど、今日はもう仕事終わっちゃって帰るとこ。そっか。うん、私行こうかな、寒いし。うん、いいの？え、私このまま本当に家に帰るよ。何か言いたくて呼び止めてくれたんじゃないの？なら言ってよ。会いに来てくれたんでしょ？うん、ごめん、なんか口下手で、君みたいにすぐ言いたいことを言葉にできなくて。会いに来てくれたんだから用意してきたでしょ、言いたいことぐらい。よくわかってるね。会えない間、あなたが何を考えて、私をどう思って、いつもああいう態度をとって、何を考えて文字を書いて、何を考えないで喋ってるのかをたくさん考えたから。え、だからあなたが何を考えて、今私に何が言いたくてどうしたいかは、多分あなたが話さなくても私は分かってる。すごい。でもとっても不安。私がいつも想像しているあなたの中身が合ってるのか、とっても不安。だってこれは私が努力して理解した私の中のあなたなんだもん。だからそれって本当は無意味。あなた本人の言葉で聞かないとあなたの考えてることはわからない。ごめん、いつも君に会うと用意していた言葉が言えなくて。私だっていつもあなたの顔見てそうなってるよ。けど私が何か伝えなきゃ私たち何にもならないじゃん。あの、離れたくない。離れたくなくて、そばにいてほしくて、いつも大切に思ってるはずなんだけど、僕の中の君が大きくなってしまうことが怖くて。そんなの私だって同じだよ。ごめん。謝らないで。でも他に言葉が見つからなくて。探してよ。うん、寒い。ごめん。寒いのもあなたのせいなの？分からないけど、僕がここで呼び止めちゃったから。寒くなければずっとここでこうしていたい。寒くなければずっとここでこうしていたいし、寒いから離れないでほしい。離れたくない、私も。